はい、皆さんこんにちは。とじらく園芸の鈴木です。今日はですね、今7月の下旬ですね。27日ですよね。でね、先日中国地方は梅雨明けって言ってたんですけど、近畿ね、ちょっとさっきもネットで調べてたんですけど、まだ梅雨明けしてないですよね。で、今ちょうど台風6号が来てまして。今どこの辺りに行ってるのかわかんないですけど、とりあえずね、今回幸いにも風がねあんまりなくってですね、ただちょっとね現地の方では大変なことになってるのかもしれないですし、ちょっとね気をつけていかないといけないなとは思うんですけど、そんな中ちょっとね梅雨明けたか明けてないかわかんないっていうぐらいの気候の中で、今日はとじらく園芸の直売店でですねまた撮影の方をさせていただいております。ということで、ね非常にね暑いんで、こうビオトープシーズンとしてはいいでしょうね。いいんだ。暑い方がね水生植物はね元気よく育ってくれますし、ただですねメダカなんかはねこれからの季節本当にね直射日光でずっと当たってたらあっという間にお湯になっちゃってね危ない季節ですから、こうねメダカの暑さ対策っていうのをねしっかりとしていかないといけないなっていう時期です。そういう中ではありますけど、今日はですね久々にビオトープネタをねさせてもらおうかと思っております。ビオトープってねいろいろあると思うんですよ。本当にこう土を敷いてそこにこうね石組みしてでこう植物を植え込んでとかっていうね本格的なビオトープもあれば。もう本当にうちがよく言ってるねすでに寄せ植え済みのやつをこうポチョンと沈めるだけとかねいろんなパターンがあると思いますし、皆さんいろんなパターンでお楽しみいただいてるんじゃないかなと思うんですけど、今日はですね私がいつもねこうバックヤードのあたりで休憩してるんですよ。ボカーッと見てたんですけどねぼーっとしてたんですよ。じゃあその目の前にねこれがあったんですよ。これずっとねボカーって見てた時にもうトレイがあるなって思ってたんですけど、おっここでちょっとひらめいたんですよ。これって普段直売店でね苗のね陳列に使わさせてもらってるんですけど、これをなんかこうレイアウトに使えるんじゃないかなって思ってね、でこれ今日実際にぶつけ本番ですけどこのトレイを使ってですねレイアウトしてみたいなと思います。意外とこれがうまくいくと楽ちんで結構雰囲気のあるレイアウト作れちゃったりするんじゃないかなとかって思ってたりしてということで今日はこの、普通ですね苗の販売とかに使っているこのトレイですね、仕切りの24穴トレイ 9cm 用のねトレイを使って、ビオトープレイアウトを簡易にできないではないだろうかということでね実際にやってみたいと思います。はい、こちらです。トレイはですねこんな風にして2段重ねにしてでここの上の段とあとちょっとね下の方にも入れるっていう感じで使ってみたいなと思います。でまずはですねこちらの上の部分にですね使う水生植物をこちらで選んでみたいと思います。ですねまずはですねこの長葉もだかがいいかな。やっぱり3つぐらいいっちゃうかな。この角に手前はちょっと低いのがいいか、あとちょっと背の高いのか、これいこう。シュキーンね、あと何がいいかな。ちょっと手前に石菖とか入れちゃうか。ちょっとこれ1ポットだと寂しいかな。これ八重山だか。あとはちょっと低いの何がいいかな。こう骨はい、ということで、トレイを使ったなんちゃってビオトープですね、簡単レイアウトをやってみました。今回使った水生植物なんですけど、こちら、長葉オモダカにウォーターバコパ、これ松葉イですね、でこっちはウォーターバコパのバコパモニエリですね。はい、これふ入りの石菖で、こちらがアンペライに、こちらが八重面高で、こちらが甲骨ですね。でこっちはですねエキノドルスはいでこっち下の方にはですねパールグラスと、こちらがね水雪の下相当ふんだんに使いましたね。まあいきなりこう茂ってるっていうかね、成長を楽しむっていう感じっていうよりもいきなりこう最初からねこうボーボーっていう状態ですかね。はい、ということで、今回はレイアウト、トレイを使ってやってみました。これがねもうちょっと馴染んできたらさらにちょっとでもね、こう自然な風景になってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは皆さんさようなら。この動画は水生植物専門のとじゃく園芸がお送りしています。直売店とウェブショップもありますよ。動画の内容は水生植物ビオトープメダカ等週1で配信しています。皆さんのチャンネル登録待ってます。